広島県立ビンゴ運動公園は、広島県尾道市にある運動公園。広島県が施設を保有し、泉テクノ RCC 文化、センター振興スポーツ共同企業体が指定管理者として管理運営している。1994年アジア競技、大会広島大会を機に建設され、1993年に正式に開場したが、 その前年1992年のアジアカップから使われている。アジア大会では、サッカー、1996年の広島国体では、テニスとソフトボール会場として使用された。1997年からサンフレッチェ広島の定型スクールサンフレッチェビンゴサッカースクールの練習場として利用されている。また、2002年には、尾道島並球場が開場した。 2004年10月11日午前7時頃、公園内の大型滑り台を利用時間外に持参したソリで利用していた主婦と、その次女が斜面下の滑り止めマットを乗り越え、約4メートル下の管理道路に転落した。主婦は死亡、次女は意識不明の重体となった。この事故でおよそ半年の間スロープの利用が中止され、安全対策が打たれた。2008年から、 指定管理者として、ボラーノグループビンゴと契約、期間は2008年4月1日から3年。2016年4月より、指定管理者として、泉テクの RCC 文化、センター振興スポーツ共同企業体と契約、陸上競技場や球場テニスコートなど、ありがとうございます。